はい、こんにちは、まめと申します。怪異事件ファイル実況プレイ、続きからやっていきたいと思います。もう夏真っ盛りですね。部屋の窓を全部閉め切って、セミさんの音がうるさいのでサウナ状態で実況を撮っております。命がけです。ということでスタートしていきましょう。今回からあれです、あれですって一番いいエンドを見るためにやっていきたいと思います。ということで探索をしてきたんですけど、一日探し回って全然わからなかったんですよ。なので制作者様にヒントをもらってきちゃいました。消えてろということで、今この状態はごめんなさい、失礼しました。ナイフ、そうスコップでこれを掘り返した後じゃなかったかなちょっとやばい記憶が、多分そう、スコップで掘り返した後、この桜の木さんを調べるとここが変化してたんです。でも実はこれツタがはびこってる扉があったじゃないですか。豆ね、あの扉を入った後にずっと探索してたんですよ。それがダメだったみたいで、その扉に入る前にここを調べないといけなかったそうです。なんてやつだということで、ここの地面だけが何かおかしいような、一度掘ってまた埋めたような感じだな。覆ってみるか。はい、何か出てきた。仕事部屋の鍵を手に入れた。よし、ここからまた初見プレイになるのでやっていきましょう。仕事部屋は確かあそこだと思う。あと一つだけ空いてない部屋があったんですよね。こっち側に月見高尾の部屋と対象反対側にあるお部屋が空いてないんです。これですね、多分。行きます。あ、行った。怖いな、何もないよな。仕事部屋、タケコプター。暗い。これが大事なものって言ってたから、大事なお部屋なんでしょうね。ゴミ箱の中に何か入っている。マッチか、マッチかーい。お、何もないはずないよ、何もないはずないよ、何もないはずないよな。あの図はすごい気になるから最後に調べよう。家族写真が置いてある。見ないんだ。よし、図を調べるか。若かりす頃の銅像ってか、こんなもんに金を使う余裕があるなんて羨ましいね、まったく。そんなもの、あれ、これだけ、これだけでエンドが変わるような気が全然しないね。家族写真が、ちょっと待って、だけで変わるのかな。もっと他の部屋なんか調べた方がいいかな。変わらない気がするぞ。ちょっと他の部屋の探索も行ってきたいと思います。あ、でもちょっと待って、光ってないけど本棚何かあるとかないね。ないよ。これでいいの、これでいいのかな。ちょっと待って、ちょっと待って。いいのかわからん。このところ調べる。そうそうそう。あとね、マミシ、やっぱり銃を全部使い切ってましたので、これが開かなかったんですよ。今回は、銃を一発だけ残してるので、これ開けましょう。鍵があるが、あ、違う。箱があるが、鍵がかかってるみたいだ。よく見ると、錠が錆びついている。はい。パンパン。破壊します。仕方がない。鍵を破壊した。木の板を手に入れたと。ということで、木の板とロープがあるので、多分これで、渡り
橋が作れるんじゃないかと思うので、ここ作っときましょう。作ったことで意味があるのかは、ショートカットができるって感じかな。はい。え？あれ？え？ロープと、はい、ちょっと前のセーブからやり直して、木の板を2つ取ってきました。なので、これが付けられるんじゃないのかな？あ、やばい。窓開けたままだった。はい。木の板とロープを取ってきて、取ってきました！前のデータから。ということで、木の板2つとロープでここに橋を作ることができそうだ。どうする？拓郎に頼む。こういうのは男の仕事だ。頼んだぞ、拓郎。やれやれ、人使いが荒いな、まったく。ありがとう。ということで、ショートカットができるようになりました。当たったるー。はい、それだけです。カット。ねえねえ。ねえねえ。これもしかしてメモちょっと変わってる？変わってるはずないよ。でも、ここで終わりだったよね。あの小娘だけは絶対に。だがもうこの家は終わりだ。ここ、この一文あったっけ？もしもこのメモを見た人がいるならば、いるならば、すぐここから出ろ。そしてもしも生きているなら息子を連れて逃げてくれ。だが、ただでは死なぬ、せめて。なんか変わったような気がするんだよね。息子っていうのは、あの子供部屋で倒れてた息子ちゃんかな。この子じゃないのかなと思うんだけど。だよね、だよね。微妙になんか変わってたような気がしたので、なんとなくお見せしたかった。まだあれから結局探索をちょっとやってました。よし、これでちょっと彩香さんと影、あと影と戦っていきたいと思います。また変化あるまでカットです。あのですね、これも変わってますね。誰かが書いたメモ。実験は成功だ。父さんや風音には悪いが。ここなかった。父さんや風音には悪いがっていうのはなかった気がする。みんなに悪いがみたいな感じだった。これも彩香のためだ。これで準備は整った。あとは私の願いを叶えるだけだ。待っててくれ彩香。もう少しで、もう少しでまた君に会える。なぜだ、違う、どういうことだ。微妙に変わってる。そんだけ。じゃあやっとここ行くよ。やっと今からここ行くよ。ということで、変化があるまでカット。はい、変化見つけました。今ですね、ツタのはびこった扉をナイフで切り裂いたあの部屋で、あの悪魔召喚のお話を見て逃げ切ったところなんですけど、その後にこの仕事部屋に行ったら、なんと光ってました、本棚が。ということで、早速見ていきたいと思います。よく見ると日記のようなものが隠すように置いてある。7月5日、今日妻の彩香が死んだ。酔っ払いの事故で崖下に転落したらしい。即死だったようだ。7月8日、彩香の遺体を引き取った。綺麗な顔をしていた。本当に死んでいるなんて到底思えない。7月20日、妻の死の原因が分かった、息子が彩香にあの娘の洋服を買ってあげてと校長かなを、たらしい。彩香は困惑していたらしいが、息子の頼みを断ることができなかったらしい。あの子さえいなければ、あの子が息子に近づかなければ、彩香は死なずに済んだんだ。あの子さえいなければ、私はあの子を、橘のガキを許さない。なんていうか、逆恨みじゃないけど、なんか恨み方間違ってるよね。はるかは何にも悪くないわ、これ。8月2日、彩香にもう一度会いたい、そう思ってた時、本屋で悪魔召喚という本を見つけた。悪魔と契約すれば代償を払う代わりに何でも願いが叶うらしい。
8月15日、準備を始めた。必要な機材、材料は全て揃った。あとは呼び出すための実験が必要だ。8月17日、仕事場の部下を家に呼んだ。永瀬君には悪いが、これも彩香のためだ。実験台になってくれ。家族は犠牲にできない。なんてやつだ。8月18日、実験は失敗だ。やはり自分と深いつながりのあるものでは、ものでないといけないのか。ならば私は。8月20日、風音を実験台に使った。彩香のためだ。あの子には悪いが、悪魔を呼び出すには生贄が必要なんだ。8月28日、実験は失敗した。なぜだ？生贄が足らないのか？悪魔はもっと生贄が欲しいのだろうか？9月14日、私は悩んだ。しかし、もう私は後戻りできない。すべては彩香のため、私は決意した。家族全員を生贄にすると。一人のために何人の命を犠牲にするんだ、このバカ野郎は。9月16日、あの小娘に聞かれた。私の計画が、あのガキ生かしておくわけにはいかない。9月17日、実験は成功した。彩香の骨が黒いもやに覆われ、彩香が生き返ったではないか、かな。いや、違う。なぜだ、どうして。そういうことか。すべてのピースがつながったな。この家の主人を殺したのは影ではなく月見高尾だったのか。永瀬ってのは多分永瀬和義のことだ。俺が、捜索依頼された人間だったんだが、まさか殺されていたとはな。ああ、そういえば拓郎の机の上に何かあった気がするね。永瀬和義、やはり悪魔なんていなかったな。おそらく悪魔を呼び出す儀式をしていたら、偶然にも月見彩香が悪霊化したんだろう。そして目の前にいた月見高尾に襲いかかった。その後なんとか逃げ延びてトイレに隠れていたはいいが、そこで力尽きたってところだ。ああ、殺されはしなかったけど、逃げ延びてトイレで白骨化しちゃ、死んで白骨化して、そこで影になっちゃったってことか。この立花って子はまさか。はるか、お前のことだな。僕、この家に来て最初からいじめられてたわけじゃなかったんだ。それでも優しくはなかったけどね。あの子は僕に優しかったんだ。僕のためにおばさんにお願いして服を買ってもらってあげるよって言ってくれた。そしておばさんが死んだ。その後からだよ、僕は虐待を受けてあの倉庫に閉じ込められたの。何日かしてからかな、あの子がこっそり倉庫の鍵を開けてくれたんだ。お腹は空いてないかって、大丈夫って。あの子はこっそりと夜に僕を台所に連れて行こうとした。その時だよ、おじさんの部屋から話し声が聞こえたんだ。彩香を生き返らせてみせる、みんなを殺してもう一度彩香を生き返らせるって。何を言ってるのかわからなかったけど、あの子が扉を少し開けて二人で中を見たら、骨になっている人がいて、おじさんの目の前で死んでた。そこで覗かれているのを見られたのか。あの子は逃げて、僕はおじさんに追いかけられて地下に逃げ込んだんだ。その時に僕、近くにあったスコープでおじさんを、そしたらおじさんが動かなくなって、僕怖くなってあの倉庫まで逃げて、でもおじさんがどうなったのか気になって少し外に出てみたら、すでに影が生まれて怪異空間に閉じ込められたんだな。その後のことはよく覚えてない。僕ずっとあそこで隠れてて、ごめんなさい。僕は怖かったんだ。僕はおじさんを殺した。違う、はるか、お前は戦ったんだ。殺したんじゃない。戦うことと殺すことは全く違う。ああ、
お前は何も悪くない。お前はただ自分を守っただけだ。一番悪いのは自分の都合で全てを奪い、狂わせ、関係のないものまで傷つけた、くそったれた、哀れな一人の男だ。はるか、お前はよく頑張ったな。終わりにさせよう。いけるか、はるか。うん。ありがとう、ホーカさん、タクロウさん。僕、二人に出会えてよかった。いい顔になったな、はるか。出会った時とは大違いだ。さ、決着をつけに行くぞ。うん。はい、ということで、これでやっと真実が分かりましたね。あ、ちょっとやばいやばい、鼻水が、いやちょっとはるかちゃんの泣きの時ちょっとやばい、自分もリンクして涙が出るよ。はい、そういうことだったんですね。まあとりあえず決着をつけに行こうではないか。ラスト戦いってバトル。バトルが出てこなかった。ラストバトルだ。行くぜ行くぜ行くぜ、俺参上って感じで行きましょう。とりあえずでも時間がちょっと長いので、はい、ここで終わって次回が、うん、最終回になると思う。はい、ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。